シェフです。どうもです。今回は江東台公園の東で妙な交差点を見つけたので紹介します。それがこちら。なんじゃこりゃー。国道45号斜め右、仙台駅直進右。こんな形の青看板初めて見ます。何より厄介なのは今立っている道が45号ということ。つまり45号を松島方面に行こうものなら、直進でも右折でもなく、ちょっと右行ってストン。なのにこの交差点、なんか右折しか見えません。どういうことなのか実際に見てみると、車が止まっています。つまりこの交差点は一つではなく、十字路が二つ合わさったような形。一旦右に入って左に曲がる。ただし右折が2車線、左折も2車線目が直進と共通なので、45号をトレースするには問題は起きません。では最後に、ちょっと右行ってストンのシーンをご覧ください。